5億のろし、これか。何かわかった？のろしをあげるらしい。のろし？知らないの？これだからお嬢様は。ここは私に任せなさい。まだ？こうなったら奥の手。さあ、いでよ、飛行機！シュッ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 。新規さんだな。コスモキャニオンに行きたい。おい、喋った。どういう仕掛けだこりゃ。まあ大空をかけてりゃそういうこともあるわな。ヒーフーに店員オーバーだ。でもまあ、乗って乗れねえこともねえ。危険手当込みでこいつってどうだ。近頃なんだか暇でよ。この手に金を握るまで待ってるぜ。前田リー、俺の指示通り乗り込んでくれ。重量バランスってもんがあるからね。しっかり捕まってろよ。落っこちても拾わねえかんな。見事だ。私の研究に賛同し協力を名乗り出るとは。君は実に優秀なソルジャーだよ。おっと、じっとしたまえ。失敗しても責任は取らんぞ。物分かりのいい君には特別な処置を施してやろう。英雄になるための処置をな。昔は何年もかかったが、今では18時間、たったの18時間だ。それもこれも全て私の功績。技術はこの私の手によって日々進歩しているのだ。まあ、手早く済ませる分デメリットもあるがね。オリジナルは今となっては貴重だよ。ハハ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 
ど。なんでこんな風に飛んでくる。神羅が来たらどうすんだ。空は誰のもんでもねえ。神羅なんかクソくらえってなもんだ。あんたいいな。そうこなくちゃよ。だいぶ近づいてきたようだな。おう、そろそろ降りるぞ。案内できんのはここまでだ。これ以上は近寄れねえから、あとは適当にやるかい。次に頼むときはどうすりゃいい。のろし上げろ。滑走路があれば最善を尽くす。またのご利用を。谷まで案内しよう。